毎週火曜日のこの時間は、神戸金文のブラッシュアップです、はい。いつもは長官を見ながらお話をするんですが、今日は20年前の新聞を持ってきました。はいえー、沖縄、琉球新報さんが発行した沖縄戦新聞、沖縄の戦いの新聞という、はいえー、14部セットのものです。えー、沖縄はあの23日にあの犠牲者を悼む慰霊の日を迎えまして、 まあ20万人が命を落とした地上戦から79年が経ちました、はいえー、今回、えー、この新聞を取り上げたいなと思ったのはちょうど1年ぐらい前に、えー、プライベートでこれ買ったんですよね<ー>本屋さんで見つけて、はい、ええと思ってですね、えー、あの新聞協会賞を取ったことは知っていたんですけど、えー、実際のものを見たことがなかったので、えーえー、今日持ってきました、はい、お手元にありますけども、はい、新聞そのものの大きさで、えーえー、サイパンと 陥落とかですね、そうですね対馬丸が沈没とかです、ね、はい、司令部、放棄なんていう話、うん、どうですか、見てみて、なんか当時の新聞を、なんか今のように、ありありとこう伝えてくれるような感じがしますよね当時の新聞は、あ報道官制の中にあって、検閲を受けていました、ええあえー、軍に都合の悪いことは載せられないっていう状況だったんですね。そ、ええ、それをおその後お 当時の状況を現在の時点で報じたらどんな新聞になるのかというのを2004年から2005年にかけてその日に起こった出来事を報じるという形で特別紙面を作ってるんです。なるほど。そして2005年の早稲田ジャーナリズム大賞を受賞しているんですね。あ<ー>まあすごい紙面です。はい。できょ、えー、今日琉球新報で現在デジタル戦略統括を務める滝本匠さんとズームをつないでみました。滝本さんおはようございます。 おはようございますお久しぶりです、東京で、えー、取材でいつもご一緒してましたどうもござるしております <laughs> えと竹本さんが執筆者にここに入っていたので、えー、思わず、ね、あの連絡をしてしまいました、<laughs> えー、これはあの当時作った気持ちってのは、どんな感じで、えー、考えて作られたんですかそうですね、我々まあ琉球新報も当時、紙面をお、まあ、沖縄新報として出していたわけですけれども。 先ほどご紹介いただいたように、まあやはり大本営発表をそのまま掲載する形の紙面を当時出していたということで、で、やはり戦意高揚とかですね、いうような時代をこう盛り上げるような形の紙面を出してしまっていた。まあその辺の反省もに立ちながら、今の視点でなら我々は今どう その当時の記事を書くんだろうということで、この記事を、この紙面を出したというのが、経緯ですねあの例えば、3月26日、1945年ですね、ラマに米軍上陸という紙面では、座間味渡嘉敷で集団死という見出しがついていました、死を選ばざるを得なかった人たちがいたということですよね、こんなことは当時報道できなかったわけですね。うん もちろんそうですね、その存在その、そういうことがあったこと自体も、全然、えー、書いていなかったというようなあ状況です、まあ、沖縄のメディアとしてやらなければいけないことだったんでしょうけど、これはあの衝撃的だったようで、えー、早稲田ジャーナリズム大賞の受賞理由の中には、この紙面を見てやられたと思った新聞社が多かったはずであると。 え戦後、まあ、20年前なので、戦後60年の節目を飾るにふさわしい記念碑的事業と言ってよいというような高い評価を受けていますが、一方で、当時の新聞はどういう記事を書いていたのかっていうのも、中に掲載されていいるんですよねはい、まさに先ほど申し上げたように、われわれ当時の新聞で、どういうふうに住民、市民に状況を伝えていたのか。 でさらにそれがどういうふうな影響を及ぼしていたのかということっていうのを、まあ、反省も込めて、えー、その紙面を掲載しているというところですねあの社会面にあたる面では、追い詰められ死選択とか、妻を子供を一緒に。 まあ、死のうとこんな見出しがお踊っているのは、まあ、現代のお新聞の作り方かなと思います当時の状況を今の情報や視点で構成している沖縄戦新聞というのは、これはあの挟み込みだったんですか、あの4ページぐらいずつですけどもそう,そうですね、あのこれだけ、まあ、別の、別釣りで。 でえー、地図で、えー、カラーで、あのー、今の新聞のように、この地域でこんなことがあったっていうのがカラフルに、ね、描かれているような紙面もありますし、えー、指揮者から、えー、その当時、どうだったのかっていうような分析があったり、まあ、資料的価値も結構高いなという印象がありましたが、かなり気を遣われて作られたんじゃないですか、これはそうですね、あのーうん、もうまさに先ほどおっしゃっていただいたように、だいぶ前にもう作ったんですけれども、今でも、まあのー、お資料的にご利用いただいて。えー ご覧いいただいてご、えー、活用いただいているところです、はい、そして23日の慰霊の日ではですね、えー、玉城デニー県知事が平和宣言を読み上げましたけれども、えー、その中にはこんなフレーズがありました紹介します広大な米軍基地の存在アメリカ軍人等による事件・事故米軍基地から派生する環境問題など過重な基地負担が今なおこの沖縄では続いています 加えていわゆる安保三文書により自衛隊の急激な配備拡張が進められており悲惨な沖縄戦の記憶と相まって私たち沖縄県民は強い不安を抱いていますこの強い不安というのはなかなか本土の人間には伝わってないんじゃないかなっていう気がするんですが現地でえ取材されていてどうですかそうですねその今神戸さんおっしゃったように 伝わってないとすると非常に、えー、我々としてはもどかしいところだなと思うんですけれども、今、まあ、あの、玉城知事のご挨拶をご紹介いただきましたけれども、まあ、20年前のこの、まあ、沖縄戦、我々、まあ、あの、当時も、えー、あの沖縄戦を二度と、また繰り返してはいけないという思いで、まあ、我々当時作ったわけですけれども、今、この、 このまさに今のこの時代にあってですねあの沖縄戦の前の状況、えー、いわゆる戦前の状況 に似たような状況が今起こっていないかと起こっているんではないかという。まあ、そういうような視点で我々最近は報道を続けています。まあ、我々の言い方で言うとまあ、新しい戦前にしないというような報道という形でですね。まあ、それは実際どういうことかというと、やはり沖縄戦に向けても日本軍が駐留してき32軍という,うですね。まあ、いわゆる沖縄守備隊という名のもとに日本軍が入ってきて。 え、どんどん、こう、軍、軍備が増強されるような状況の中でですね、もともと、まあ、米軍基地があるわけですけれども、それに、えー、え、さらに、の、の、のせ、の、さらに、あの、自衛隊の基地が、え、南西シフトという名のもとに増強されていく、はい、えー、先島の方向でとかですね、うん、いうような状況が、 その沖縄戦の前の状況にもう非常にまあダブって見えるというか重なっていないかなというところで今、警鐘を鳴らすような報道を続けていますあ<の>。うん 装備が整えば整うほど、危険も増えているのが沖縄なのかなという印象がありますねそうですね、沖縄戦の教訓として、やはりまあその基地のある軍,軍が配備されたところがまあ攻撃されてというところというのは、うん、あの沖縄戦の教訓として、えー、いつもずっと語り継がれているところでですの,であのこの沖縄戦新聞あの、購入が今もできるそうです、ご紹介しますね。はい 琉球新報オフィシャルショップで沖縄線新聞が購入できます。沖縄線新聞セットで八百八十円でご購入いただけます。ネットショップですかね。ネットショップですね。はい、はい。えっ、ー、と今でも大事な新聞だと思います。太、え、陽、ー、さん本当今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。したプロデューサーはコウザブロー、ディレクターはボン、AD はマイです。 わんこ好きのわんこ好きによるわんこ好きのためのスタッフもわんこだらけの尖がった番組です聞くだけでわんことの生活がもっと楽しくなるそんなワンダフルな毎日を過ごしませんか山口玲香のドッグモーニングぜひ聞いてくださいね <laughs>